はい、どうもグルッピング4です。トモです。ヨウです。はい、今回はベストドライバーということで、トモの、スピード45ぐらいの、48歳の、おっさんの、今年の、2022年モデル上半期ですね、どれが良かったかということを発表していきたいと思います。ランキングというよりは5戦そうね、で、特に良かったのは、最後に発表しようかなと思います、ということで、まず、5戦はい、1個目。1個目、ネクスジェンの NS210。ネクスジェンの NS210。うん。はい、ネクストジェンの NS210、最近発売、されてないの、まだ7月だったね、発売予定、こちらのみですけど、まあどうですか。あの前作よりも僕は好みです。その形とか、打った感じも、ちょっと、見た目も高級感が増した感じがするよね。渋いというか、あんまり色見やすくないですし、カーボンのクラウンも見えてる、今流行りっぽいこっちゃ、大きめのヘッドでね、シャローでね、あと軽量ですね。ああそうだね、ヘッドスピードはおのずと出て初速も上がってはくれるんだろうしね。前のよりかは頼んなさがなくなってる感じがする、気持ち。完成モーメント若干大きくて、あんまり、曲がりづらさもあるとは思うんですけど、ね、球の高さが前作よりも出てたんで、あとスピン量が少ない、ちょっとカチャカチャでさらに変えれるっていうのが一番いいんでしょう ね、シャフトも変えれるっていうのがね、そういうとこですね。はい、じゃあ次に行きましょうかね。はい、次はステルス。はい、ステルス HD。 HD の方ですね。はい、はい、ステルス HD です、これもう出る前からすごい話題と人気で、ね、僕ら2つ買ったでしょ。 HD じゃないやつを買ったんです。プラスと普通のステルス買ったんだけど、捕まらなかったりとか、ちょっとうまく打てなかったりして、ステルスに憧れてるんだけど、僕が打てるのは HD かなっていう感じ。ステルスは買ってハーフラウンドとも1回行ってますけど、練習もだけど、やっぱり右が出る、で右にさらに右に行くっていうのがあったんで、左に行かないっていうのは友の中で良かったんだろうけれども、そういうちょっと右へのミスだったり、ちょっとスライスっぽい飛ばない球っていうのをトータル的に考えると、ステルスで打てるのは HD しかもうないんじゃないのっていう評価なんですよね。
初速だったりね、このカーボンのフェースのスピン量が結構少ないし、うまく打ってきた場合とかね、だからもう悪くなかったし、うん、そういう点では、まあ、話題にも上がってるし、まあ、HD なら、うん、いいんじゃないのかというような評価ですかね。はい、ローグ ST-MAX。 ST-MAX、うん、うん、まあ全体的におとなしくなった印象がある、前、まあね、ローグと比べたら、まあ、若干打感もね、うん、しっとりめだし、うん、まあ、つや消しだったりね、うん、あんまり派手さはないですね、やっぱり、うんうん、まあ、ローグの ST-MAX に関してはちょっとつかまりもいいんで、あとスピンもそんなにほら MAX ですとかもあるけどそんな変わらなかったし、うん、その分も良かったし、あと D の方も意外といいっていうのもある、うん、まあ、ちょっと捕まるけどそこまで、MAX とのスピンの差もないし、うんうん、まあ、この辺は MAX とか MAXD、 この辺も結構良かったですね。じゃあ次のドライバー行きましょうかね。はい、コブラ、はい、キング LTDX の MAX、 はい、こちらも若干ドローもドローバイアスのヘッドですね、うん、まあ、これはもうその通り捕まるヘッドなので、まあ、思いっきり右に向かって打てるなっていう感じの一本かな、うん、そんな感じですかね。まあ、僕はもともと D が好きだから、そう、ね、D 買ってたからっていうのもあるんだけど、まあ、今ここに出てるモデルで一番捕まるんじゃないかな。そうです。で、球の高さが出る順番で言うとこれも結構上の方に来ると思うしね、うん、ローグ ST よりもちょっと球高く打てそうだしね、あと初速が一番出るんじゃないかっていう、つかまりとペースの弾き感、うん、ちょっと打感がね、前速よりかなり柔らかくはなってますね、うん、全然違うね。この中で結構一番好きな感じなんじゃない？そう。打感とか、うん、大きくゆっくり帰ってきてほしい、ね、それとも打てないもんだから。そうね、うん、はい、じゃあ、まあ、一番いいと思ったやつがラストですね。はい、はい、ダントツですけど、うん、LTDX コブラ、うん、コブラですね。ああ、それでいいと思う。キャリーイズ 242.64Z。 うお、準備完了。 65.9、 14.5 度、2300、うん、トータル267、うん、いい、うん、まあ同じ傾向ですね、今のも。キャリーイズ 237.04Z、まあ、左ですね。もうちょっと右向いてもいいよ、うん、うん、ナイスボール。キャリーイズ 242.44Z、準備完了。66.9 の 12.3。
2031ちょっとエピック行こうよ、うん、まあもう買って使ってますし、買って手放してまた買いましたから、まあこれは最初の方はね US モデルだったんですけど、うん、純正のシャフトがいいということで、うん、まあ、確かにそのシャフトで言うと、ローグ ST も、うん、ステルスも割かしちょっとしっかりイメージじゃん、うん、しっかりしてるじゃん。だけどもうコブラの純正のスピード NX は、うんうん、結構走ってくれるじゃないけど、うんうんうん、まあ、クラブの総重量自体も296.8とか300切ってて、ログ ST は、ね、304とかかな、うんうんうん、ステルスもちょっと重さを感じたりしますので、その分ちょっとね早く振れるっていうのもあるかもしれないし、うんうん、シャフトがね、動いてくれる分とか、あと高さが出ますねこのヘッドはね、うん、まあ、もちろんさっきも言ったコブラ系の方が初速が出てるんで、ダントツですね。方向性もなんだろうね、最初捕まってましたけど、うん、ウエイトを外しまして、うん、遠寄りにほぼ持っていくと、うん、フェードでもとんでもないブッドブタの中で出る。そうだね、その今までのほら出てきたラインナップでいうと捕まらないから、ドローモデル使って、うんうんうん、まあ、スピンのが減ったりとか、うん、っていうのを言ってたけど、まあ、これはある程度ニュートラルだけどちょっと捕まるから遠側に鉛張ったらフェードでもいい球で出したらっていうような感じなんで、うん、上から見た感じも僕は好きかな、うん、その今まで言ってきたのかヘッドの中で一番、うん、ステルスちょっとちっちゃいもんね、うん、シュッとね、明らかにね、うんうん、まあ、ローグ ST の、まあ、いいはいいけど、あれは若干なんだろう、捕まる雰囲気最初からあるよね、ちょっと先がこう、うん、なんか無い、うん、後ろ側からもこう、あるもんね、確かに、それはある、うんうん、だけど、こっちの方が確かに見た目もいいかもしれません。一応今使ってるポジションは9度をスタンダードの D とか、うん、そうだね、 D とか MAX のスタンダードかどっちかだね、もしくはマイナスの1の D とかでしょ。ああそうね、それもあるね、そうだね、高さが出るんでね、うん、スピン量もかなり少ないんでね、うん、まあ、そんな感じですかね。これは本当あれだね、高さがもうそのまま基本で出ると後ろの、あの重りみたいなの外しても、ああそんなに影響ないね、影響なかったっすね、うん、まあ、ステルスプラスとかさ、トリプルダイヤとか、トリプルダイヤこの中に入ってないんだけど、うん、結構数値は良かったんだよね。9度を買ったでしょ、うん、10.5 度なら多分入ってくるレベルだと思う。そうかもしれない、ちょっと中段同盟の、うん、ちょっとスピン、まあロースピンになりすぎないぐらい、うんうんうん、2000はまあ切らないだろうっていうぐらいの確保した球で、うん、ちょっとあれフェード系だから、うんうん、10.5 度をプラス1度増やしてもいいぐらいの感じだと、もしかしたら結構いいとこまで入ってくるんじゃないかなというのもあるね。意外と小ぶりヘッドが良かったりもするじゃん。そうなのよ、ね、好きじゃないんだよ小ぶりってでも当たるのよ、なんかわかんないけど、意外とトリプルダイヤもいいかもしれないよ、うん、そう、ロフト次第だったね。そうですね、それも入ってくる可能性はあります、うん、まあ、なので2022年の上半期で言うと、もうベスト、これ、まあ、5000上げたけれども、うん、もうナンバーワンがダントツなんで LTDX という感じに思わます、うん、はい、あの飛距離で言うと、まあ、あの一番やっぱ出てるのは LTDX です。多分277、8ぐらい、あの
出てますし、ちょっとね計測方法の、 あの設定が変わってたりするんでちょっと前後しますけど、うん、その次に出るのはどれかな、飛距離で出そうなのはまあ LTDXMAX の、 あのすんごいあのあハイドローの低スピン、ね、っていうのちょっとかって言ってもいいですよね面白いかもしれないし、うん、逆にネクスジェンのね、うん、ヘッドスピードで持っていく、うん、速さで持っていくっていうのもあるしね、あまりローグ STMAX は飛距離というよりは方向性だったり、ね、安定感に振ってるのかな、うんうん、トモ的にはね、でもおとなしい感じが、そうだね、でステルス HD に関してはもうステルス憧れですね、まあ、それがあるのか、はい、若干この中では左行かないのかなといった感じかもしれないね、うん、ちなみに、ゼクショ X を去年の年末買って、まあ、これも2022年モデルにまあなると思いますけど、まあ、売りましたけど、はい、今考えてみると、うん、結構やっぱ左に行くよね、やっぱり寒くて、あ、そうね、厚着して時期的なもの、ね、腰が痛い時はすごい助けてもらいました。あとはまあちょっとこうシャフトとの兼ね合いで打点が下になりそう球が低いっていうね、そうだった、というまでランが出るときいいけど、うん、ちょっと芝がこう増えてきたりとか、うんうん、厚みがあるときにあんまり転がらなかったりだとか、うん、今度バンカーまで転がったりいいねいいかもしれない、うんうん、ちょっと下目すぎてね、うんうんうん、だけどこの選んだ中ではね結構上がりやすいタイプ、そうですね、そしてまあ捕まりがいいモデルっていうのは全体的にまあ選んでるし、うんうん、まあ、僕ぐらいの年の人はほぼこっちなんじゃないかな、そうだよね、うん、上がって捕まる、そう、うん、っていうことで、はい、まあ、まあまあ参考になるかもしれないですね、うん、まだ今年後半変わるかもしれない気がね、あのピンとか、うん、スリクソン、うん、あと、まあ、タイトリストも来るかな、うん、どうかな、まあ、分かんないですけど、うん、もう期待してですね、はい、ということでした、はい、ありがとうございます。